はい、2022年の12月末に教職員の中で精神疾患による病気休職者が5897人で過去最多になったというニュースが流れましたこれ改めてグラフ見直してみたんですけども年々増加していますねこういった中でやはりねいい教員人生を送るために私は年休を取るってことは非常に重要だと思っています今回はそれについてお話をさせていただきます はい、それではアンケートについいいて紹介したいと思います。年末のの勤務についてお聞きします。この年末というのは教員にとって私は一番年給が取りやすい時期じゃないかというふうに思っています。教員というのは子どもたちがいますのでなかなか年給が取りづらいんですよね。そこでこの年末ぐらいは取れるんじゃないかということでアンケートを取ってみました。2023年1月1日でね、回答数が354、その結果なんですがすべて年給にしたが42%。 と会議など公務で出勤したが10%自分の仕事で出勤した42%その他5%となっていますこの会議など公務で出勤したというのはこう委員会なのでしょうかそれともね学校なんでしょうかねやはりセンスを疑いたくなりますよねここでまとまった休みが取れるか取れるようにするかどうかって教員が十分な休憩を取れるかっていうことを考える上で非常に重要だと思うんですけどもどうしてこんなところにこう 会議を入れるのかといいう,うに思いますね一方、自分の仕事で出勤したという方42%。これはね、さまざまな事情があるとは思うんです。あるとは思うんですけれども。 仕事というのは、どこかで区切りを入れないとこう、ね、終わりようがないです。残った分休みにやろうなんていうふうに考えると、結果的に休日も出勤しなければいけないことになると思います。こう仕事を、ね、早く終えられる方というのは、自分でこの終わりというか、けじめをきちっと決めてるんですよね。例えばもうね、6時には絶対退勤するというふうに決めれば、それに沿って仕事を処理していきます、えーね。冬休みの間はゆっくり休みたいと思えば、それに向かって仕事ってできるんですよね。 そういう上で、えーまあ、体を休めるという上で、えー、どこかで区切りをつけるということは本当にね忙しい教育現場では重要だと思っています今回もたくさんの書き込みをいただきました全国の様子を知る本当に貴重な情報源となっておりますありがとうございますそれでは紹介させていただきます えー、今年度は思いっきり年休にしました気持ちがいいですすべて少年,、えー、少年団活動の遠征でした中学校勤務なので28日まで部活がありましたでも午前中だけで終えて午後は年休にしました。 年始は4日から部活がありますが、午後は年休にしてあります。昔は年休も取らず、午後から仕事をしたり、合宿や遠征をしていたことを思えばすごく楽ちになりました。23日雪で休校24日から冬休み、24日は出勤、28日は学校無人化のため、強制年休1日。学校によって無人化の日が多い、少ないはありますが、講師は年休が少ないので、冬休み、夏休みの無人化による強制年休はきついです。 すべて年金しましたが、飼育委員会担当なので、世話をしたついでに少し大掃除をに行ったりしました、えー。がっつりシュレッダーにかけたり、掃除機を自由に使えたりするのはこの時期だけなので、あとは動物担当は仕方がないですね。この時期は誰も世話しないので、担当2人で大切に育てていきます。大晦日も行きます。えー、自治体の研修として、えー、経験5年の先生は、実践論文20から25枚を提出することになっているので、昨日終わらせました。締め切りは1月10日です。 初めて書きました。かなりスカスカで内容にもこれじゃダメだよと返されそうですね。ということで、さまざまなご事情があるみたいですね。えーまあ、ただ、何度も言うんですけれども、仕事というのはどこかで区切りをつけないと終わりがないです。例えば、もう絶対に6時には帰るというふうに決めれば、それに沿って仕事ってできるもんです。休みも同じで 休みにやればいいやって思った瞬間にね、仕事って実は片付かないんですね。これを私が教頭になった時に痛感したんですけれども、教頭になりますと工事があるだとか人が来るだとかっていうさまざまな事情で土日に学校に行かなければいけません。えー、もう本当にこれは仕方がないなと思っていたんですけれども、それまで私、土日に出勤ってほとんどした経験がないんですよね。で、えー、でもですね土日にやって 行っ,ってやればいいやって思った途端自分の仕事の効率が落ちているなということを本当に痛感しました土日は休むんだということを決めてかかればそれまでに処理できる仕事って結構あるんじゃないかなというふうに思います本当に忙しい先生方ですので、えーね、上手に仕事をコントロールしながら今年一年健康で仕事が、ね、していただけたらというふうに思いますし体の具合の悪い時には思い切って年休を取るということが非常に重要だと思っています ます。はい、ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録をお願いします。